エミール・ミハイ・シオーランは、ルーマニアの作家、思想家。若年期のエクスタシー経験と、メランコリー、うつ、不眠など、生涯にわたる精神的苦悩をもとに得意な、ニヒリズム的思索を展開した。聖のルーマニア語読みは、チョラン。オーストリア・ハンガリー帝国のトランシルバニア地方、セベン県、レシナールに、ルーマニア人家庭の息子として生まれる。父エミリアンは、 ルーマニア正教司祭、母エルビラは男爵位を持つ地方貴族の出身。姉ビルジニア、弟アウレルを持つ三人指定の長男だった。姓の読みはルーマニア語ではチョラン。シオランはシビウ、ブカレスト、ベルリンなどに住み、パリで没した。エミール少年は故郷で幸福な少年時代を過ごした。私の少年時代よりも幸福な少年時代の 事例に一つとして、お目にかかったことがないと、後年自ら述べている。彼は、義務も宿題もなく、野山を自由に遊び回りながら、日々を送った。第一次世界大戦中は、両親が、ハンガリー当局によって、ハンガリーの他の町に強制的に収容されていたので、その間、シオランは、両親不在のまま祖母や師弟ともに、故郷で自由に過ごした。空と大地は、 文字通り私のものだったし、心配事でさえ喜ばしいものだった。私は万物の主として目を覚まし、床についたものだった。自分が幸せであることは知っていたが、それがやがて失われることも予感していた。1921年、10歳になったシオランは、リセに通うためにすぐ近くの町、シビウに転居する。この故郷との離別を彼は、 楽園は終わってしまったと表現している。第一次世界大戦の結果1918年以来、ルーマニア領となっていたシビウでは、トランシルバニアザクセン人の住居に下宿し、ドイツ語を習得した。1924年、父エミリアンがシビウの長子祭に任命されると、家族と共にシビウに住んだ。シビウのルーマニア語図書館とドイツ語図書館に通い、哲学や、 文学の読書に熱中した。ブカレスト大学に学び、そこで1932年、ウジエヌ・イオネスコ、ミルチャ・エリアーデと出会い、終生の友人となる。また、彼は、ルーマニアの著作を持たない思想家、ペトレツツェアとも長きにわたり、信仰を深めた。1934年、諸著作、絶望の極みで、が出版される。イオネスコのイナと共に、 カロル二世王立財団出版から出版された、この著作は、好意的に迎えられ、委員会から、賞も授与され知識人としてのデビューを飾った。彼はメンバーにこそならなかったが、ルーマニアファシズム運動である鉄衛団にも関わり、その機関紙に多くの政治論文を寄せている。シオランは、鉄衛団の暴力的手法には賛同してはいなかったとされるものの第二次世界大戦の初期まで、 支持していた。彼は後に、この運動に対する共感と、民族主義、反ユダヤ主義を捨て去り、それに傾倒した、若年期の態度に対して、しばしば後悔、両親の葛釈の念を表した。批評家の中には、戦艦期のルーマニアの民族主義運動への、政治思想的参加に対する彼の自責の念が、後の作品を特徴づける、悲観主義の源となったと見る者も,もいる。 また、その悲観主義は、彼の幼年期の出来事に遡っていると見る者も,もいる。1935年頃に、彼が、そんなに不幸になるのだと、もし知っていたら、打退していたのにと母親に言われたと伝えられている。シオランの母親が打退の話をした際それは彼を、妨げるものとはならなかったが、人間存在の本性についての洞察を導く。 契機となる強烈な印象と喜びを彼にもたらした。私の存在は偶然に過ぎない。なぜそんなにすべてを深刻に捉えるのか。と、すべてのものに実体などないのだと警告しつつ彼は、その事件を振り返って、後に述べた。1937年、ブカレストにあるフランスの研究機関から奨学金を得て、パリに行く。そこで彼はその後の人生を送った。彼は、 私は知識人としての自分の位置づけを最もよく表現できる国籍というものを持たないという名言を残した。彼の初期の仕事はルーマニアで、後半の仕事はフランスで行われ、そのほとんどはアホリズムと短いエッセイの形式を取った。ニーチェ、パスカル、グノーシス主義、仏教、マイスター・エックハルト、十字架のヨハネから大きな影響を受け、サミュエル・ベケットやアンリ・ミショウ、 エルンスとユンガーラ得意な文人とは最後まで信仰があった。ありがとうございます。